ウォルター・ジャクソン・フリーマン2世は、アメリカ合衆国の精神科医、ロボトミー手術の術式を発展させたことで有名、アメリカ精神医学会のメンバーであった。ウォルター・ジェイ・フリーマンは1895年11月14日に、ペンシルバニア州出身の上流階級の両親の元にフィラデルフィアで生まれた。彼の祖父は、南北戦争の従軍医師として巧妙で、 父も成功した医師であり、そのような家系で育ったフリーマンも必然的に医師の道を歩み始めた。1912年にエール大学に入学し、1916年に卒業した後、精神医学を学ぶため、ペンシルベニア大学医学大学院に進んだ。医学を学んでいる間、彼は臨床神経科医のウィリアム・スピラーに傾倒し、 特に解剖学の知識を臨床的に神経学的問題に適用することに強く興味を示した。卒業後間もなく1924年にフリーマンはワシントン DC に移住し同市で初の精神科医として活動を開始した。到着後すぐに彼は同市にあるセントエリザベス病院という精神病院に研究室を構えた。 そこで患者が受ける苦痛や苦悩を目撃したことは彼の研究意欲をさらに弱気した。1926年、神経学の博士号を取り、ジョージ・ワシントン大学に移籍しその教授の職を得た。レントゲン写真を前にロボトミーの術式を検討するフリーマント・ワッツ。1941年5月24日付、サタデー・イブニング・ポスト氏より、人間に対する最初の 精神外科手術は1880年代から90年代のスイスの精神科医、コットリーブ・ブルクハルトによるものと一般的には言われている。ブルクハルトの先駆的な試みは同時代においても非難され、ゆえにその後は精神外科手術は散発的にしか試みられなかった。1935年11月12日、ポルトガルの精神科医、エガスモニスは 新しい精神月下手術を考案し実行した。彼の考案したロイトコミーは、精神病を治療する目的で、患者の大脳にある前頭葉の一部分を切除するものであったが、フリーマンはすぐさまモニスを死と仰ぐようになり、そしてそれをロボトミーと呼ぶ術式に発展させた。ロボトミーは前頭葉を切除するのではなく前頭葉と支障の、 間の神経繊維を切断する方法であったフリーマンは自分自身は脳外科手術を行う資格を持っていなかったので、彼は神経外科医、ジェームズ・ワッツに研究の協力を求めた。モニスが行った最初のロイト・コミーの1年後、1936年9月14日に、フリーマンは早くもアメリカ合衆国で最初の前頭葉白質切れ採術をワッツと共に、 実施した。彼らはその後の2ヶ月間で20回にも及ぶロボトミー手術を行っている。1942年までに2人は200回以上のロボトミー手術を行い、うち63%で病状が改善、23%は不変14%が術後病状が悪化したという成績を報告した。ロボトミーを開始して10年後、フリーマンは イタリアの精神科医、アマロフィアンベルティの論文により、眼科を経由して大脳に到達する技法を知った。それを使えば、頭蓋骨を砕くことなく、大脳にメスを入れることができるのである。この新しい技法について、実験を行った後、フリーマンはこの技法、教眼科ロボトミーの手順を完成させた。この技法は、別名、アイスピックロボトミーとしても知られ、 金属製の水上の棒を左右のまぶたの裏から眼下に差し込み頭蓋骨の最も薄い部分を破砕して前頭葉に到達し前後にそれを動かすことで前頭前の皮質への神経繊維を無造作に切砕するというものである彼はワシントン DC で最初の胸眼科ロボトミーを行ったがこの方法は脳神経外科や麻酔科医の助けを借りず 電気ショック療法による全身麻酔のみで行うことができるため、手術室以外で処置が行えるだけでなく、勘弁さ、処置時間の短さにおいても、当時は画期的なものであった。実際、この術式の発展により、より多くの治療を行うことができるようになり、当時精神病患者で慢性的に溢れ、医師や看護婦の数も絶対的に不足していた全米の精神病院で、 実施されるようになった。しかし、長年の協力者であったワッツは、通常は手袋やマスクもせずに実施する、軽眼科ロボトミーの乱用と残虐性について、フリーマンと意見が対立し、1950年、彼の元を去ることになった。アイスピックロボトミーを開発した後、フリーマンは、自分の自家用車の番で全米の精神病院を訪問する旅行を開始した。 彼はこれをロボトモバイルと呼んだ。彼の旅の目的は、ロボトミーを行えるスタッフを教育し訓練することで、ロボトミーをより広範囲に普及するためのものであった。ジョン・カイ・ケネディの妹、ローズマリー・ケネディに対する治療は、彼女にひどい障害を残すだけに終わり、その他ロボトミーに対する広範囲にわたる批判にも、かかわらず、フリーマンは名声を得続けた。40年間で、 フリーマンが23の州で行った3439件ものロボトミー手術のうち2500件は彼が正式な外科的なトレーニングを経ずに実施したアイスピックロボトミーであった。盲点ンという患者に対してフリーマンは3度もロボトミー手術を行ったがその最後の手術で彼女が脳一血で死亡するまで彼は彼女への治療を止めなかった。フリーマンは 唯一許可していたカルフォルニア州バークレーのヘリック記念病院で行っていたが、1967年2月にロボトミー手術を受けた患者が死亡したことにより、病院はロボトミー手術の許可を取り消し、フリーマンのロボトミーは終焉した。ロボトミーを受けた患者は、しばしば食べ方やバスルームの使い方から、再教育しなければならなかった。再発は普通に見られた上、 手術を受けた患者の一部は決して回復することはなかった。そしておよそ15%は手術によって死亡した。フリーマンは手術の際手袋もマスクもつけなかった。彼は4歳の子供を含む19人の未成年者にロボトミー手術を行った。57歳でフリーマンはジョージ・ワシントン大学の職を辞しカリフォルニア州で引退生活を送り始めた。 また、ロボトミー手術のほか、精神分裂病の患者に対し、インスリンショック療法を導入したこともあり、精神外科の父と呼ばれる存在になった。フリーマンは、1972年5月31日に、血腸がんにより76歳で亡くなった。フリーマンの膨大な研究成果は、1980年に、ジョージ・ワシントン大学に寄付された。 コレクションは主にフリーマンとワッツの医学職歴と精神外科に関するもので現在大学のリサーチセンターが管理しておりゲルマン図書館に所蔵されている。ウォルタン・フリーマンは精神医学と神経学の研究に重要な貢献をしている。フリーマンは彼の同志アントニオ・エガス・モニスをノーベル賞に推薦し、モニスは1949年に ノーベル医学賞を受賞している。彼は重篤な精神病の治療可能性として、神経外科を精神医学の世界に門戸を開ける、先駆的な役割を果たした。彼はまた、精神の振る舞いが脳生理学的な基礎によっているという意見を指示した。しかし、心に対する関心にかかわらず、動物実験には無関心であったし、脳に対しても無理解で、 精神外科手術の結果も無関心であった。フリーマンはまた、アメリカ精神科神経科評議会の創立メンバーであり、事務長を務め、アメリカ精神医学会の会員であった。ありがとうございます。